第六天神社は神奈川県茅ヶ崎市十験坂にある神社。神仏集合の時代には第六天社とも呼ばれていた。近年では生産製造建設に関する守護神として尊崇されているが、かつての祭神であった第六天魔王は身の丈が二里、寿命は人間の1600歳を一日として1万6000歳とされており、身体創建や不老長寿、 また旧東海道を旅していた人々の道中、安全の守護神として崇められていた。創建時期は不詳だが、当社は文献において、江戸幕府が天保12年に編纂した新編相模国風土機構に所見されており、郷土創創期である江戸時代初期の創建と言われている。一方で、鎌倉時代の歴史書、東鏡には当地である十軒坂の地名が記されており、 元稿3年に新田義貞が鎌倉攻めを行った際にその陛下の宿遊にあったとも伝わっていることから鎌倉時代の創建とも考えられている。江戸時代まで当社は金剛院の守護神とされてきたが1872年に行われた神仏分離によって茅ヶ崎市十県坂の陳寺となった。またその際には祭神も他の多くの第六天神社と同じく 第六天魔王から変更され、現在のおもだるの人、歌詞ロ泥神となっている。なお、日本民俗学ナンバーワン27によると、新編武蔵国風土機構より324社、新編相模国風土機構より144社、造帝、図修志向より44社の第六天神社が確認できたとあるように、江戸時代末までは関東を中心に、 多くの第六天神社が存在したが、神仏分離によって多くの神社が解消あるいは他の神社に合祀されたか、愛との山社となっており、神奈川県神社庁の神奈川の神社ガイドブックによると、現在でも第六天神社の社号が残る、神奈川県神社庁下の独立神社は当社を含み2社のみとなっている。当社は地方公共団体による併白の灯心を受けており、 1939年には指定尊者に列格している。1951年の宗教法人法制定以降は神社本庁に包括所属している。なお当社は茅ヶ崎市で唯一の神奈川県神社町指定神社となっており、県内におよそ1200、1992年に現在の本殿平殿が造営された。この際に、 当社の神殿は修復などを施した上で、境内社、八坂神社の社殿となっている。境内には、境内社や石仏などが安置されている。また、社殿の裏には御神木である直径95センチほどの黒松がある。当社の拝殿を見て、右側には、六地蔵や高神湯、道祖神などが安置されている。六地蔵の顔は落ちて亡くなったためか、 他から持ってきたと思われる石に顔が描かれ、胴体に乗せられている。当社は、宮司が通常を常駐している、本武者であり、茅ヶ崎市内にある、五福島神社、新名宮、竹彦神社、本村八王子神社、八幡大臣、約一王子社の管理を兼務している。ただし、宮司が外出している場合などには御主印等をいただけないこともあるため、 事前確認をした方が確実である。神奈川県茅ヶ崎市1坂三坂3-17-18。ありがとうございます。